なんだか久しぶりだね、こうやって二人で会うの。うん、元気だったよ。みんなともパーティーを組んで、いろんな場所に遊びに行ったし。まあでも、やっぱり一緒の方が私は楽しいな。あ、ごめん、謝らないで。忙しいのはわかってるから。でも、今でも思い出しちゃうんだ。アインクラッドで、二人で一緒に冒険した時のこととか。もう、初めて会った時のことは言わないでよ。でも、あの時出会えたから、今こうして一緒にいられるんだよね。ありがとう。それで、さ、今日、こうして私に会いに来てくれたってことは、やっぱり、私の誕生日をお祝いしてくれるってことだよね。うん、もちろん嬉しいよ。他の誰よりも今この瞬間に祝ってもらうのが一番嬉しい。しかも二人っきりでお祝いなんて、今までで最高の誕生日だよ。大げさなんかじゃないよ、本当に一番嬉しい。本当にありがとう。もちろん今度は私もお祝いするね。できれば二人っきりが、なんてね。みんなの仲間になれたのはもちろん嬉しいけど、私は二人でいられる時間も大事にしたいと思ってるから。なんでって言っちゃってもいいの？なんてね。ね、これからもずっと一緒にいてね。